はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は資生堂さんから新しく出たマスカラがとても良かったので、今日はそれを紹介していこうと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで今回は資生堂さんから新しく出たこちらのハイパートワイスマスカラ DK999 番を今日はちょっと皆さんに紹介していこうと思います。このパッケージが真っピンクっていうのがとても目につきやすいし、このキャラクターもねすごく可愛らしいキャラクターだなと思います。でこちらの中身がじゃん、こんな感じのねシンプルなデザインになっています。黒にピンクの字でハイパートワイスマスカラって書いてあるんですけど、デザインもすごくおしゃれだし、このスリムな感じがとてもいいなと思いました。でこのマスカラ見てあれと思った方もいると思うんですけど、名前にもある通り日本で初めてブラシの中にブラシが内蔵されているトワイスブラシというのを採用した新製品らしいです。この蓋がこんな感じで2つに分かれていて、まずこっちの上の方をこうやって開けるとこんな感じのめちゃめちゃ極細なブラシが入っています。でこの内側の方のブラシを開けるとこんな感じで太めのブラシになっているんですけど、この中にさっきのこの細いね方のマスカラがじゃん、こんな感じでね入っているようになっています。新しいですよね、すごい。今マスカラ以外のメイクをしているので、実際にこれをねちょっと使ってみようと思うんですけど、このブラシがなんで2つに分かれているのか、それぞれのブラシでどういう効果があるのかを簡単にね説明しようと思います。まずこっちの内ブラシの方、こっちの細い方から説明していくと、本当に極細のブラシになっていて、まつげの根元にフィットさせて溶かすように塗っていきます。でこれはすごくね細いブラシになっているので、下まつげもとても塗りやすいです。で次にこのね外ブラシの方、太い方のブラシなんですけど、最初にこの内ブラシでまつげを溶かすように塗った後にこれを重ね付けしていきます。これも同じように根元にフィットさせてクイッと重ね付けしていきます。では早速実際にこれを使ってマスカラを塗っていきたいと思います。ではまずいつも通りビューラーをしていきます。ちなみに私はねビューラーも資生堂さんのものを使っています。はい、まつげを上げれたので今から早速塗っていきたいと思います。まず内ブラシこっちから塗っていきたいと思います。ビフォーアフターが分かりやすいように今回は左側だけ塗っていきます。こんな感じで根元にフィットさせて溶かすように塗っていきます。いや本当にブラシが細いので隅々まですごいね塗れるなと思います。なんかそのちょっと短かったりするまつげとかもあると思うんですけど、それもねしっかりとこのブラシがキャッチしてくれるので塗り残しがなくなるかなと思います。とりあえず今上まつげだけをこの細い方のブラシで塗っていきました。こっちの細いブラシを塗っただけでもすごい目力がアップするなと思います。そしたらちょっと下まつげもねこの細い方のブラシで塗っていきます。下まつげって本当にブラシが太いと塗りにくいので細いのはめちゃめちゃありがたいですよね。私本当にまつげ短いんですけど、それでもねちゃんとキャッチしてくれて、長さもねボリュームも出してくれます。めちゃめちゃ塗りやすいです。はい、ビフォーアフターはこんな感じです。私はもうこれ何回か使っているんですけど、なんか新品のマスカラって結構最初液がドバってついてしまってダマになりやすかったりだとかしちゃうと思うんですけど、このマスカラ本当に最初からいいぐらいの量がブラシについてきてダマにもね全然ならないので、すごく綺麗に仕上がるなと思いました。今こっちのね内ブラシだけでマスカラを塗っていったので、この上からこの外ブラシの方、太いブラシの方をちょっと重ね付けしていってボリュームもねよりアップさせていきたいと思います。これもさっきと同じ根元にフィットさせて重ね塗りしていきます。はい、こんな感じで塗り終わりました。さっきのビフォーアフターと比べるとこんな感じです。こっちの目は今何も塗ってない状態なんですけど、本当に全然違いますよね、目力が。重ね塗りをするとまつげに液がつきすぎちゃって汚くなっちゃったりすることがね多かったんですけど、このマスカラは本当にねすごく綺麗に重ね付けができるなと思います。最初に塗った内ブラシだけでもすごくね綺麗にマスカラつくんですけど、外ブラシの方を重ね付けすることによってボリュームもアップするし、長さもねとても出たかなと思います。遠目から見てもこちら何も塗ってない方の目とこっちの重ね付けした方の目
で比べてみると一目瞭然だと思うんですけど、目力がね本当に全然違うので、マスカラを塗るだけで目がすごく印象的になるなと思いました。で、私個人的にメイクの中で一番私が重要視してるというか、一番気合い入れてやっているのがまつげなんですけど、自まつげが短くてそれが結構コンプレックスだったりもしてて、で今までいろんなマスカラを試してきたんですけど、長さは出るけどダマになりやすかったりとか、ボリュームアップされるけどあんまり伸びなかったりだとか、液がつきすぎて汚く見えちゃったりとか、まつげのカールが落ちてきちゃうっていうのがねあったんですけど、このマスカラロング効果もあるし、ダマにもなりにくいし、重ね付けしたらボリュームも出るし、しかも塗りやすい、その細いブラシがあることによって下まつげも塗りやすかったし、まぶたにマスカラがついちゃうっていうのもすごい少ないなと思いました。でこのマスカラにブラックスターパールっていうのが配合されていて、すごくね艶やかなまつげに仕上がります。でこのマスカラさらにいいのが、お湯で落ちるっていうのがとてもいいなと思いました。私マスカラ選ぶときにお湯で落ちるっていうのを結構重要視しているんですけど、ほとんど毎日メイクをしているので結構まつげにも負担がかかってしまうので、お湯で落ちるっていうのはすごくいいなと思いました。ではちょっとこっちの目もね塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで両面塗れました。最初に比べるとね目力が断然とアップしたと思います。でこちらの資生堂さんから新しく出たハイパートワイスマスカラなんですけど、資生堂さんの公式オンラインショップで送料無料で買うことができます。通販じゃなくてもロフトやドンキホーテでも購入ができるそうなので、ぜひチェックしてみてください。このマスカラの詳細は Twitter とかインスタでコスメティックプレスと検索すると出てくるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、というわけで今回は資生堂さんから新しく出たこのハイパートワイスマスカラ BK999 番をレビューしてみました。マスカラをするのとしないのでは全然違うし、今目を強調させるメイクもね流行ってると思うので、塗りやすいマスカラが欲しいとか、1本でボリューム出したいとか、その日によって使い分けしたいという方にもすごくおすすめなマスカラだなと思うので、ぜひ皆さんもねこのマスカラ使ってみてください。概要欄にね URL も貼っておくので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。